皆さん、こんにちは。ワナリグルビシです。では、今回は、提督の決断3をやっていきたいと思います。今、オープニングの方見ていただいたと思うんですけども、今回のプレイはですね、ミッドウェー海戦のシナリオをベースにプレイをしていきたいと思っています。では、早速、ミッドウェーの戦況報告がありますので、そちらをご覧いただきたいと思います。はい。で、今、戦況報告の方を見ていただいたので、大体のね、作戦の概要は掴んでいただいていると思うんですけども、もう一度私の方からね、僕の方からも説明しておきたいと思います。なんかね、最近、仕事とプライベートと、なんかで、ね、たまに話してるとごっちゃになっちゃうんですよね。例えば、じゃあ今からお話しますねって、この実況の中とかでお話、言おうと思っても、じゃあ今から申し上げますね、みたいな、やたら丁寧になってしまったり、さっき、プライベートでは僕、自分のことを僕って呼ぶようにしてる、呼ぶんですけど、さっきみたいに私、みたいに言ってしまったりっていうのはね、ちょいちょい最近多いなと思ってな、これは老いなのか何なのかわからないんですけど、ちょっとお恥ずかしい一面を見せてしまいましたが、作戦の概要ですね。僕の方からも説明したいと思います。まず、今手持ちの日本軍の艦隊なんですが、9個あります。第10艦隊は空っぽです。第1主力艦隊、第2主力艦隊、第3主力艦隊。これが戦艦が入っている、主力艦隊ですね。で、巡洋艦隊とついているものが1つ、第4巡洋艦隊としてあると思うんですけど、これ巡洋艦隊ですね。名前の通りです。巡洋艦と駆逐艦からなる艦隊。じゃあちょっとね、せっかくなんで、この第5航空艦隊、これを中身開いて見てみましょうか。で、第5航空艦隊と、これ事実では、第1航空艦隊と呼ばれていた艦隊で、この提督の決断3では、第1、第2みたいなところが変更できないので、そのまま第5なんですけども、第5航空艦隊です。で、第5航空艦隊の中身見るとですね、4個の船体からできていて、まず第1船体が南雲さんですね。南雲さんの赤城、
それに加賀からなる2個の空母から構成された第1船体。で、第2船体が多聞さんの飛竜と蒼竜。これが第2船体です。で、第3船体、第4船体は、駆逐艦巡洋艦というような艦隊になっています。なので、1つの艦隊で4つの船体が構成できます。最大。で、他の艦隊も見ておくと、第6、第7艦隊というのが、これ潜水艦隊です。名前の通り。で、第6、第7の潜水艦隊がですね、今ちょっとマップ、ぐるぐるさせてますけども、第6潜水艦隊と第7潜水艦隊が先にミッドウェイに先行している形です。で、一方ですね、もう一つの作戦。圧倒攻略の方が第8航空艦隊。これがですね、2つの艦隊から、2つの艦隊で圧倒攻略を目指していまして、1つ目が第8航空艦隊。で、もう1つが第9潜水艦隊で、これも圧倒に先行している形になります。で、まずね、この潜水艦隊で敵の位置を調べたり、敵の、艦隊戦力を削ったりっていうのを、していきたいなと思うんですけども、第5航空艦隊の進路をちょっと変更したいと思います。このままね、先行すると、潜水艦隊がうまく敵を削り切れてない場合に、南雲さんの航空艦隊だけ先行してしまう形になるので、それは避けたいという意図です。で、あとね、残りの3つの主力艦隊、戦艦込みの主力艦隊がこれを追うという形になっています。で、もう一つ先にやっておきたい内容として、兵器、航空機の生産のラインのね、見直しをちょっとしたいと思います。で、もうすでに旧式化しつつある、冷戦の21型、これはもう生産を終了して、代わりに冷戦の32型、これを、15ラインぐらい作りましょう。で、今、最新の救急の艦爆、これを、20ラインぐらい作りましょうか。で、さらに、97の艦砲、これも20ラインぐらい作っていきます。で、あとは一式の立砲もね、ちょっと数を増やしておきましょう。基地防衛に必要になりますのでね。一旦これくらいで見送ります。で、今200個艦艇持ってるんですけど、提督の決断3では最大200までしか艦艇が持てないので、一旦艦艇は作らずにこのまま時間を進めていきましょう。提督の決断3ね、やったかやってないか覚えてなかったんですけど、この画面を見てもピンとこないんで、おそらくね、やったことがないんじゃないかなと思うんですよね。もう、何十年も前になるので、もしやってたとしても覚えていないっていう可能性もあるんですけど、だとしても見覚えはあるかなと思うんですが、全く見覚えがないので、おそらく提督の決断3自体やったことないんじゃないかなと思うので、ちょっと攻略とかもね、不安があるんですが、頑張ってプレイの方はしていきたいと思います。で、冒頭話したように、まずね、潜水艦隊で敵の艦隊を、削れればベストかなというふうに思っています。で、今、第8航空艦隊が圧倒の、エリア内に侵入している状態なので、ここで一旦空撃をかけられるかどうか確認しましょう。空爆ですね。68機出せるので、これ、前期選択もすることができるし、例えば竜女を選んで、爆装を持っている救急式の艦爆の数をちょっと減らそうとか、こういうことができます。マックスじゃなくて1機減らす、10機減らすみたいなことができます。ただこの圧倒に関してはおそらくですね、敵の艦隊は展開していないと思うので、前期選択でこのまま実行に移します。で、仮に敵の空母が出ている可能性のある海域で同じことをすると、とても困ったことになってですね、例えば次のターンで、敵の主力艦隊を見つけても、航空隊が出払ってしまっていると、何もできないというか、その航空隊が戻ってこない限り新しい攻撃が仕掛けられないということになるんですが、今、この圧倒方面に敵の艦隊はいないと思うので、全航空戦力を持って敵基地攻撃を今行っているという状況です。で、マップの方をですね、解説するためにちょっと今、戦闘画面開いてますけども、まずこのアニメですね、今ちょうど出てるアニメとかは、オフにし忘れちゃってるんですけど、オフにします。毎回同じアニメが延々と繰り返されるので。あと、マップの見方なんですけども、ちょうど今回航空戦なので、3枚のマップからできているうちの一番上のマップが空中です。空です。
で真ん中が水上であり陸上でありと、で一番下が潜水艦が航行する水中海中というところになります。今だからまさに艦爆が空爆をしている状態ですね。これで敵のね、施設を削っていく。で主な施設としては湾口施設があって、石油の備蓄施設があって、砲台があって、航空基地があって、司令部があってっていうようになるんですけども、まあ、航空基地をね、先に潰せれば一番いいのかなというところですね。そうすると敵の基地から、まあ、反撃を受けずに済むというところになります。じゃあちょっと一旦時間を止めましょう。で、あとね、ちょっとお話しておくと、これ、画面の一番上に Windows 95って出てると思うんですけど、これ無理やり7で動かしてるので、たまにバグります。たまにバグりますので、要注意です。で、何をしようと思ったかというと、環境設定から、アニメを見ないという設定に変えます。で表示速度は遅いにします。これ結構早いとね、流れていっちゃうんで。で、画面もね、文字見やすいように、背景を黒にしておきましょう。これで決定します。じゃあまた時間を進めていきます。ミッドウェー方面が本当に気になるんだよね。敵の艦隊を早めに見つけたい。で、おそらく史実通りだと、ミッドウェー方面には、敵空母、アメリカ軍の空母が3個出てくると思うので、3隻。これを早期に見つけたいなというところですね。うん。早速、アメリカ軍の第3艦隊、これ空母が2いますね。この空母を早めに見つけたいという意図です。で、敵の空母を先に潰してしまえばね、敵基地攻撃に集中できるのでいいんですけど、敵の空母を見つけられない状態だと、なかなかね、航空隊の空爆がしづらいという状態に、まあ、なり得るので、例えば、この航空艦隊、南雲さんの航空艦隊から空爆を仕掛けようとした場合ですね。今だと44しかいないんですけど、なんで44しかいないかというと、距離的な問題で、ミッドウェーまで到達できるのが0戦しかいないという状態ですね、今。で、冷戦は爆走を持っていないので、このまま出してもあまり意味がないというのがあるので、今回空撃はしないという選択になります。で、圧倒面の方はね、敵の基地はほぼ無効化しているので、艦隊を突入させましょう。あと、もう敵のね、艦隊がいないのがほぼ確認されているので、第9潜水艦隊は、任務を変えていきましょう。中部太平洋、つまりミッドウェーの支援に当たってもらいます。で、また時間を進めていきます。なんとか敵の艦隊を、敵の空母艦隊を、先に発見したい。で、圧倒の攻撃の方ですね。これはもう砲撃を行って、上陸部隊を送り込んで、圧倒を攻略しちゃいます。圧倒攻略完了です。で、圧倒の攻略が完了したので、圧倒方面に展開している第8航空艦隊を引き上げましょう。まあ、あくまでもね、陽動という話だったので、まあ、これは本当に陽動です。さあ、時間を進めていきます。敵の空母がどこに潜んでるかだな。
工場19。これこそ本当に空母艦隊なんじゃないの？これこそ。うん、これやっぱ敵の空母艦隊だね。直縁潰して、あとは空母は残ってるけど、この空母を沈めましょう。アメリカ軍の第二艦隊。場所を逃がさなければ、それで OK。追撃して、敵の第二艦隊を潰します。空撃もできる。ちょっと空撃するにしても数が少なすぎるな。ただ敵の直縁はいなかったよね。直縁はいなかった。直縁は全部潰したので、これなら敵基地攻撃に、敵の空母攻撃もできるかもしれない。ちょっと見るにしちゃったんで見ましょう。せっかくなんで。敵の空母がね、さらされてる状態なんで、こちらの攻撃に。さあ、第2主力艦隊ですが、これは追撃に移りましょう。敵の空母を仕留めに行く。で、敵の空母だよね。1個中破させたけど、この空母がどこにいるのか本当に全然わからない。敵の空母がどこにいるかわからない。これは敵の潜水艦隊なんで、空撃今できないしね、ミッドウェー基地に対して。全然数が足りない。まあ戻ってきてないんですよね、だから空撃に出た部隊が。なのでここは見送りましょう。で、第一主力艦隊の方は、先へ進みます。ミッドウェー基地の方は攻撃。で、基地攻撃の方に入るんですけども、まずは敵の航空基地がどこにあるか。ここだね。この航空基地を潰さないと話にならないね。なので、この敵の航空基地に向けて、部隊を進めていきましょう。破壊する。敵の基地さえ破壊すれば、敵のね、基地の航空隊を無効化できるので、まずはそこからですね。有効な攻撃力がゼロ。いや、攻撃力がゼロって意味がない攻撃をするっていうのもなんか 悲しいもんがあるな。やっぱ陸戦隊よりも空爆する方が早いですよね。基地攻撃するには。まあ、歩兵を先に潰しますか、じゃあ。
敵の基地に向けて陸戦隊を送り込んでいるという状態です。今有効破壊がゼロっていうのがさ、本当に悲しすぎる。意味がないことやってるわけでしょ。だってなんとか敵のやっぱ飛行場を破壊しないと。このまま湾口深くまで入り込んで敵基地攻撃をしたい。もう一歩入れば基地攻撃が可能というところに入りますね。何？敵の部隊が、陸戦隊が応援でやってきてるな。ここは艦砲射撃で敵の陸戦隊を潰す。部隊も揚陸させて基地も攻撃する。なんとかね、基地を先に潰して敵の基地航空隊を無力化したいので、艦砲射撃でね、敵基地破壊しにかかればすぐ終わるんじゃないの？なんて思っちゃいましたけど、そんなこともないですね。なんとか早めに終わらせたいけど、よし。敵の航空戦力を削っているぞ。これがちょっと届かないんだよね。届かないとなると移動してから、陸戦隊を揚陸させる揚陸部隊がいないと言われちゃうんであれば、しょうがない。もう一歩進んで、ここでも届かないか。攻撃ができないんだね。微妙な位置にいるから。じゃあ、攻撃していきます。こうやって敵の基地、航空基地をとにかく破壊したい。さらに揚陸させる部隊がいれば、さらにね、その陸戦隊を出したいんですけど、敵の陸戦隊がやってきているな。いやー、敵の飛行場の数もうちょっと削っていかないと厳しいね。ちょっとまたおバグりなさっているのでこれを直します。
第2主力部隊の方は砲撃で敵の潜水艦を壊滅させたいところですね。そろそろ。逆に巡洋艦が沈められている敵の潜水艦の前に。本当に敵の位置がわからないよね。まあそうなるとミッドウェー基地の方にまあ再び航空隊を出すしかないのかなっていう感じになりますけど、今は航空隊が出せないからね、しょうがないですけど。本当にこの潜水艦さ、どうにかできないのかな。もしくは本当にそれこそ敵のね、航空基地攻撃をさっさと始めちゃうか。さあ、敵の艦隊発見したよ。これこそ敵の空母でしょう。前期発進。これで敵の空母を仕留める。海戦はね、もうさっきも言ったように、基本的に、もう任せちゃった方がいいと思います。めんどくさくなくて。で、基地攻撃に関してはね、やっぱり敵の航空基地を先に潰した方が効率というか損害が少ないっていうのがもう明白なので、基地攻撃に関してはね、自分で操作もありだと思います。さあ、敵の空母だよ、空母。敵の空母を仕留めよう。三空母健在ですからね、敵の方も。敵空母ヨークタウンですね。ヨークタウンは、ヨークタウンでしたよね。突貫で修理して、ミッドウェー海戦に間に合わせたのは。まあ、英雄的な空母だと思うんですけど、そのヨークタウンをここで沈めておきたいな。これが当たればヨークタウン沈められるんじゃないか。よし。直撃弾のはずだ。ヨークタウンを撃沈した。まああとはね、空母に随伴していた艦艇を削るって形だと思うんですけど、まあ、ほぼ壊滅させたと言っていいでしょう。敵空母ヨークタウンを撃破。第一主力艦隊は敵基地に突入していきましょう。まあ、なるべく早いタイミングでね、
おー、敵の空母発見したね。ここは、敵の第一艦隊を壊滅させたい。よし。で、敵の第三艦隊ですね。ヨークタウンを撃沈したので残るのがホーネット、エンタープライズだと思うんですけど、こやつらを葬り去りたいな。うん。敵の空母でしたね。直縁機をほぼ潰したものの、2空母は健在。ちょっとこれだけは覚えておきましょう。敵の2空母健在という。よし。どっちかを沈めてるね。次のターンで確実に亡き者にしていく。これが空母だな。空撃。空母を仕留める。これで敵の空母を全機沈められれば。いるね、敵の空母。で、敵の直縁もいるか。目標は空母だからね、敵の空母。南雲さんがむちゃくちゃ能力上がってきてるね。よし、ホーネット撃沈。Thank you.
よし、占領完了ですね。いや、エンタープライズ、いつ沈め、あ、そうだ。エンタープライズは委任で沈めてましたね。じゃあ、これ、ミッドウェイで、ね、しっかり補給したらハワイ攻略と、行きたいところですが、まあ、艦隊が今、このミッドウェイに集結し続けているので、どうなんでしょうね。東南アジア方面にも艦隊出しておかないと危ないかなっていう感じはします。はい。ではちょっとすいません。第1回目長くなってしまいましたが、ミッドウェー海戦お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回はね、またこの続きプレイしていきたいというふうに思いますので、お付き合いいただければ嬉しいなというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。